こんにちは、コウタロウです。今日はですね、地声、自分を出していくこと、それから実際にこの地声をね、鳴らしていくことだったりとかっていうことが、やりやすくなる姿勢とはどういうものかっていうことについてお話ししていこうと思います。で、やっぱ声を出していくっていうことは自分を出していくことだし、自分を表現していくことだし、地声を鍛えていく、地声をこう出せるようになっていくってことは、もう本当ね、自分らしさで生きていくってことにすごいつながってるんですよね。まあもちろん歌も上手くなるんですけど、あるんですが、でその時にどういう姿勢取ればいいんですかみたいな話がやっぱあるんですよね。でそれについてちょっと今日話していこうかなと思います。で、まあ、これについてはですね、私もともと整体師やってたので、でその時に一番重視していたことって何かっていうと、セルフケアなんですよね。うん、セルフケア、要は、会話なくて済む方法です。簡単に言えばね。うん。なんか毎回悪くなって、また通って、また良くなって、悪くなって、通ってとか、ずっと繰り返してたんですけど、うざくねそれみたいな感じなんですよね。うん。だから、自分で治せる方が良くないみたいな。さっさと卒業した方が良くないみたいな感じなんですよね。うん。っていう感じの思いがすげえ強くてですね。なので、とりあえず、セルフケアを結構勉強して、で、自分でもやって、で、それを教えてたっていうね。さっさと組んだみたいな感じですね。はい。まあ、みたいな感じだったんですけど、うん。で、まあ、自分で直せばいいじゃんって感じなんですよね。で、その時にやっぱり良い姿勢って何なのかっていうのはすげえ大事なんですよ。姿勢大事なんですよ。姿勢で、体の状態ってむっちゃ変わるんですよね。なんていうのかな。やっぱね、猫背とか、なんか反り腰とかなんかね、まあ、要は無理かかってるなみたいな姿勢って、やっぱちょっとね、きついんですよね。なんだけど、その、良い姿勢ってなんかありそうな雰囲気があるじゃないですか。なんだけど、そこがね、結構罠の一個でね、だったんですよね。はい。ということで、良い姿勢とは何かっていうところからザクッといきますけど、良い姿勢イコール正しい姿勢ではない。ではない。なんですよね。正しい姿勢とかいう話ではない。で、良い姿勢は、まあ、美しい姿勢ではあるんですよ。まあ、ニアリーイコールですね。上ノットイコールね。で、こっちは、良い姿勢イコールは、まあ、突き詰めていくと綺麗な姿勢。うん、見た目的にも美しい姿勢、だなっていうのはあるんですよ。ただしですよ。ただし、なんかこういうなんかの、いかにも姿勢良さそうな姿勢とかあるじゃないですか。なんか、ヨガとかで。うん。こういうのをなんかイメージする人はすっげえ多いんですよ。あとなんか壁に沿って立って、なんか、耳の穴と肩となんかの骨盤と膝とくるぶしとか、なんかあと、なんだ、土踏まずのね、こうなんか一番高くなってるところみたいなところが、まあなんか割とこう直線になって壁に沿ってもこうなんか頭もちゃんとつくし、スーって立てますよみたいな感じのことを言う人多いし、まあ実際そういう側面もなくはないですよね。なんだけど、これにとらわれるとね、なんすかな、姿勢良くならないですよ、結局。うん、なんないし、なんか辛いんすよ。辛いんすよ。なんか小学校の時とかに気をつけとか言ってやってたじゃないですか。あれ、いい姿勢かって言われると、かなり反ってるし、あれ、超力んですよね、あの姿勢ね。うん。ああいうんじゃないよねっていう感じなんですね。だから、こうなんかすごいリラックスして立っている人、リラックスしている人だったりとか、なんかこの人すげえ、なんつうのかな、この、落ち着いてるなとか、なんかそういう感じの人って、なんか力抜けてるスーって立ってるじゃないですか。ああいう感じなんですよね。で、あれが結果的にこういう綺麗な姿勢みたいな感じになるんだったら別にいいんですけど、はい。なんだけど、最初からこういう姿勢を目指すと、大体こけます、ね。って感じだったんですよね。いろいろやっててね。うん、だから、良い姿勢ってのは心地良い姿勢。良い姿勢ってのはなんか、正しいとか、こういう、なんか決まりというか、壁に沿って立てるとかね、首がこう前に出て、頭つかないですよね、みたいな。ちょっとストレートネックの毛がありますよね、って、うるせえわ、みたいな感じなんですよね。そういうことじゃない。うん。心地よい姿勢なんですよ。うん。だそういうのが、こう、あるって感じですね。だから、自分感覚ってのを優先するっていうのがすごい大事なんですよ。心地よい姿勢。だから心地よいっては何なのかっていうのとかを、結構、自分と対話していくっていうのがすっげえ大事なんですよね。これが分かってくると別に、どういう視点でもいいんじゃないですかみたいな感じになるんですよ。うん。だから、今の状態、今の自分の状態っていうのが、の心地よさ
っていうのがそのまんま見た目に美しい姿勢かどうかっていうのはちょっとね関係ないんですよね。うん、だから今の自分にとって心地いい姿勢は若干曲がってますみたいなことあるんですよ普通に。うん、それを無理やりこうなんかいやまっすぐですみたいな感じにやるともうすげえ勢いで無理してるみたいな。この状態だと声出ねえんだこれ声出ないのよ無理なんかねエネルギーがよじれるんですよねうっみたいな感じで。うん、だからちゃんとやらなきゃ病にかかるんですよね。だからそれでやめようって感じなんだよね。うん、だから自分感覚です。自分感覚を優先するっていう感覚です。うん、でまあ、こう地声が出やすい姿勢とか出る姿勢っていうか、うん、ですね。でこの状態は何かっていうと要は脱力できてる状態なんですよね。もう全然面白くないこの答え。脱力できてる状態なんです。脱力している、まあ、よく聞くよそれみたいな感じなんだけど、うん、でただね脱力っていうのは力が抜けているっていうふうに思ってる人が多いと思うんですよね。脱力っつったらなんか力を、から力んでる状態から脱する、ああまあ脱力力抜くみたいなイメージがあると思うんですよね。だからそれ違うんですよね。力が抜けてるっていうのだとちょっと誤解が生じることが結構多くて、余計な力は確かに抜けてるんですよ。なんだかそれよりも必要なところには力がむちゃくちゃ入ってるよねっていう状態なんですよね。うん、みなぎっているってですね。うん、だからそういう感じなんで、だから武道の達人とかでっていうのはまあある意味姿勢がすごくいいわけですよね。まあ美しいわけですね。であれなんかどこからかかってってもなんか反撃されそうっていうか力いなされそうっていうかもうなんか叶う気がしないみたいな感じするじゃないですか。あれって力抜けてるけどみなぎってるんですよね。どこからかかってっても全部なんか返される気がするみたいなやつは力みなぎりまくってますよね。うん、ああいう感じなんですよね。力抜けてるんですよ実際。力が抜けてんだけど入ってるとこには必要な場所にはむっちゃ入ってるんですよ。うん、で結果的にすげえいい姿勢みたいな感じになってたらいいよね。このね、直立猫すげえ好きなんだが、結果的に姿勢良くなったらよしよしよしってやつです。うん、って感じですね。はい、これはね概念なんですけど絶対覚えておいてほしいっすね。だから声とかもそうで正しい発声みたいなねやつがねもうすごい横行してるのですが、いやそんなもんねえからって感じなんですよね。うん、正しさではなく自分の感覚的に心地よい、心地よいっていうのは楽ってわけじゃないですよ。うん、力入ってなんかちょっとこう力んでるとかなんか、っていうのもありなんですよ結局ね。うん、自分にとっての心地よさっていうのは要は自分らしさが出ている状態なので、今怒ってたら力むの当たり前なんですよ。当たり前ですよ。力みますか本当に。悲しいとか、ね、悲しいもなんかすごいこう、なんか、おえつするみたいな感じだったら、もう超力んでますよ、もう。うん。おい、なんか、やる気出ませんみたいな感じだったら、力、なんか抜けてますよね。うん。で、必要なところの力も抜けちゃってますけど、これは。うん。だそういうのも脱力じゃないですよね。うん。だから、そういう、こう、なんか、歌うとか声を出すっていうのは、自分を表現することだから、その自分の感覚を偽って、正しい何かがあって、そいつ、で声出してるとか、そいつでなんか生きるっていうのはちょっと違うんですよね。うん、そういうのはまあなんつうのかな、私はあんまりそういうの好きじゃないんですよ。うん、って感じです。はい。で、まあ要は鍵は脱力なんですよね。じゃあまあそれは分かったけど、じゃあどうすんねんみたいな感じなんですよ。なんでそれを話してるんですね。うん、まず今日はすげえ簡単なやり方、もうすぐできる、もう自分で手ぶらですぐにできます。もうどういう姿勢がより楽かっていうのを探っていくっていう方法について、ちょっと紹介しますね。今やれるんで今やってみようみたいな感じですね。で、トリマね、前屈でチェックする。これね、簡単なんだ、簡単。うん、とりあえず今前屈してみるんですよ。前屈とかしてみるんですね。で、立って、で、まあ、前屈するじゃないですか。で床にどのぐらい、手がつきやすいかなとかね、うん、あ、このぐらいいくなとかっていうのをこうチェックするんですよ。うん、で、それちょっと覚えておくんですね。うん、こんな感じかなーっていうのをちょっと覚えておいてください。でもってそれがどう変化するかなーっていうのをねやっていくんですね。で今回やるのは脱力の方法っていうよりはもうどういう姿勢が楽かっていう話です。どういう姿勢を取ると自分は楽なのか、あ、なるほど、こういうのが心地よさに近づいていく感じなんだなっていうのを、自分で探っていく方法です。はい。
ほんでもってですね、すっげえ簡単。超簡単ですよ。まずですね、首。首で、首の位置を変えて、でもってもう一回前屈するんですよ。で、どう変えるかっていうと、右か左か、首をね、かしげる。こうやって。こうやってやるんですね。首の位置とか、そういうのって結構影響してるんですよね。で、右に倒した方が自分的には心地がいいのか、左の方が心地いいのかってね、人によって違うんですよね。だから、まずね、まあ、どっちでもいいんですけど、とりあえず右に倒した状態のまま、もう一回前屈してみるんですね。そうするとね、右の方が楽かな、左の方が楽かな、これ、ま、正面向いてね、ちょっとこうやって、正面向いた状態、あ、じゃあ、こうだな、こう。この状態でやるんですよ。そうするとね、どっちかの方が楽なんですよ。まあバランスめっちゃ取れてる人はどっちでも同じなんですけど、若干こう、人間っていうのは普通に不均衡なんで、左右均等になってないですから、普通に。右利きって段階でもうずれまくってますね。心臓の位置ちょっとこっちにずれてるって段階でもうずれまくってますから。なんで、ずれるの当然です。当然。肝臓も右側にあるしね。だから右半身とか重いんだよ、なんかね、ちょっとね。肝臓一番でかい臓器なんだよ。で、まあそういう感じなんですけど、だから右に倒した方が楽なのか、左に倒した方が楽なのかっていうのをちょっとチェックするんですよ。で、やってみるんですね。ああ、なんか右の方が楽じゃねーみたいな感じ。右の方がなんか前屈楽だなー。左の方が楽だなーとか、どっちかチェックしてください。で、次。横向くんですよ。右向いた方がいいのか、左向いた方が楽なのかっていうのをチェックするんですよ。右向いた状態で前屈してみる。右のね、横向いた状態ね。で、左向いた状態でどっちが楽かなーってのチェックするんですね。で、そしたら、左に倒した状態、首倒した状態で、倒した状態で右を向いた方が楽だったら、それ両方やるんです。左に倒して右向く。これが楽な状態なんですよ。体的にはね。楽と楽を掛け合わせるんですね。あ、この状態楽なんだなーみたいな感じ。っていう風にやるんですよ。で、その状態で、ちょっとですよ。グーってやらなくていいですよ、別に。楽にせえ、ちょっとでいいですよ。無理やりやるんじゃなくて、こう、心地よさだから楽な感じです。ちょっと軽く右向くとか、軽く斜め上とか、そういう感じでこう、いろんな方向を向いてみたりとかして、あ、これとこれなんだって言ったら、とりあえずかしげるのと、回すのと、ちょっとね、両方やるんですよ。まあ、みたいな感じです。そうすると首の位置わかりますよね。で、そしたら次。足組むんですね。立ってやるんですけど、足を、こうなんか、こう普通にこうやって立つのか、こうやって立つのか、こうやって立つのかって話ですね。だから右足が前に来るのか、こうやってね、前に来て立つのか、左足を前に、こうやって立つのかで、ちょっとやってみるんですね。そうするとね、もう全然違う、これ。倒れやすさが。全然違う、マジで。なんで、それやるんですね。そうすると、どっちかがわかるんですよ。首分かったでしょ？で、足も分かったでしょ？したら、その体勢で、30秒から1分ぐらいじっとするんですよね。この体勢が楽だな。で、右足は前の方が楽だな。つったら、この体勢で、ちょっと待つんですよ。ほいで、なんか筋肉は、体が緩んでくるっていうか、体が緩んだ状態っていうのはこういう感じかっていうのをね、こう体感するんですよね。でね、これね、分かりやすくなるのね、反対やってみるんですよ。反対が一番やりにくいですよ。要は、右向いて、なんだ。右にかしげて、右向く。左にかしげて、右向くっていうのが、一番楽だったとしたら、右にかしげて、左向くが一番辛いですよね。まあ、みたいな感じで、反対やるんですよ。全部。ちょっと紙とかに書いといて、やってみてください。反対でね、いるとね、すっげえ気持ち悪いんですよ。おー、なんか、うわー、辛ーみたいな感じなんですよね。別に大した方向、そんな力入れてないのに、きついんですよ。キモいんですよ。それはね、なんかエネルギーがよじれるんですよね。だから、楽な方向を、でやるんですね。その状態で立つんですよ。でね、30秒から1分ぐらいじーっとして、ゆっくりこうなんか筋肉が緩んでくる。心地いい方向に、自分をこう置くんですね。ほいで、ちょっとじっとして、で、その状態がこうなんか馴染んでくる。っていうのを感じるんですよ。ほんで、そしたら、ゆっくり、こうなってたのを、ゆっくり、こう、スーッと、こう、なんか10秒ぐらいかけて、スーッと、ゆっくり戻してくるんですね。要は、この心地よさが持続できるスピードで戻すんですよ。
はい、戻す。みたいな感じじゃなくて、こうやっといて、あ、楽だな、気持ちいいな、っていうの、気持ちいいな、気持ちいいな、っていうのをこう感じながら、だん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 まっすぐに、っていうか普通の状態ですね。に戻してくるんですよ。で、それでやるんですね。うん。ほんでもって、やるとね、この前屈もう一回やってみるとね、全部楽な状態にした状態でやったのとあんまり変わんないんですよね。うん。うまくできると。うん。って感じの方ができます。だから、普通の状態でやった時よりも、右にこう倒し、左に倒して右向いてとか、なんかそういうのをやった時、この首とか足とかをやった時に、やった時はね、ほんとすごい楽に倒れるようになるんですけど、この状態って、見た目的に変じゃないですか。何やってるんですかみたいな感じですよね。うん。その状態からゆっくり普通の状態にね、ゆっくりですよ。で、戻してくるんですね。で、その状態でもう一回前屈してみるとね、別に、さっきとあんま変わんないですよ。あれーみたいな。で、最初の時より明らかに楽になってるんですよね。うん。って感じ。こういう感じで、体の、どういう姿勢が楽なのかっていうのをね、ちょっとずつね、探っていくんですね。で、この探っていく方法が、まあ、いろいろあるんですよ。うん。別に何でもいいですよ。思いつきでやればいいですよ。うん。腕をこうやってねじってみるとかね、こうやるのがいいのか、こっちの方が楽なのかとかね。うん。で、こうなればいいのか、こういう風にやった方がいいのかとか、やっぱあるから。うん。あとなんかこう、なんすの肩をこう、ちょっとこう、後ろに引いた方がいいのか、ちょっと前に持ってきた方がいいのか。だから、いい姿勢じゃねえから。うん。楽な姿勢だから。うん。ちょっとこう、反り気味にした方がいいのかとか、ちょっと猫背に、お腹をね、こう、ちょっとこう、緩めた方がいいのか、前屈じゃない、前傾になってね、のがいいのかとかね。うん。まあなんかいろいろあるんですよ。うん。足もこうやって組むだけじゃなくて、こうやった方がいいのか、こうやった方がいいのか、こうやった方がいいのか、むしろこうやった方がいいのかとか、まあいろいろあるじゃないですか。なんかそういうので、なんかね、いろいろ考えてやってみるんですよ。うん。っていう感じでやってみると、自分の、楽な姿勢ってこういう感じなんだっていうのがわかるし、で、この状態で声出してみると、むっちゃ出しやすいみたいな感じなんですよね。ほんとやってみて、このね、ダメな方向を重ねたやつ、自分にとってなんか心地良くないなーっていう方向を重ねた時の状態で、声をあーっと出してみるのと、楽だなーって状態を重ねた時に、あーっと出してみるのと、全然違うんですよ、ほんと、マジで。マジで全然声で出やすいな、みたいな感じなんですよね。うん。で、そういう感じなんですよ。だから、無理やり壁についてこんなんやって、あーとか出すとすっげー辛いの。これやらされたことあるんだけど、その時は整体師やってなかったから、そうなんだ、そうなんだ。壁に頭全然つかねえんだが、みたいな感じで思ってね。で、壁につかねえし、つけようとするとすっげーここめちゃくちゃきついんだけど、何これどうすんのみたいな。これで声出すんですか無理じゃないみたいな感じで思ってたんですよね。じゃあ、これで出せない自分は良くないのかなとかね。あ、ダメなんだなとかね。うん。やっぱこの姿勢でいなきゃいけないんだとか、わけわかんないこと思ってましたよね。うん。もう、超出しにくいって、そりゃそうだっていう感じなんですよね。うん。だから、そういうのは、ちょっとね、おすすめできないんですよね。最終的にはそうなるかもしれないですよ。うん。最終的にはね。だけど、めちゃくちゃうめえな、この人っていう人が、普通に姿勢曲がってるよ、みたいな人いるんだよ、これ。だからさ、わかんねえんだって。うん。だからもうその時々で違うんですよ。同じ人でもずっと同じ姿勢が心地いいかどうか違う。そういうわけじゃん。うん。し、綺麗に見える、一見綺麗に見える人がむっちゃ力んでますが、みたいなことむっちゃあるんだって。バレリーナっていうか バレエをやってて、こうなんか立ってて、姿勢めちゃめちゃ綺麗、みたいな感じの人がね、体触らせてもらったらガチガチっすね、みたいなことあるんですよね。マジでバキバキやな、みたいなね。で、柔軟性はあるのよ、そういう人。関節はね、柔らかいんですよ。だからベッターってつけるんだけど、背中とか触ったらもうバキバキ。何これみたいな。鉄かみたいな感じになってる人いるんですよね。それダメじゃん、みたいな。うん、それだと辛くねみたいな。ほーで、とにかく緩む練習とかするわけじゃないですか。そうしたら、めっちゃ踊りやすくなりましたとか、スピンとか調子やりやすくなりましたとかね、あるんだよね。はい。っていう感じです。そういうのがあるから、だから自分の心地よさとは何かっていうのを優先できるっていう感覚はね、超大事なんですよ。これ自分感覚の優先。これめっちゃ大事。だから自分が心地よいっていうのはどういうことかっていうのを
探れるっていう、こうなんか、なんかスキルっていうか、まあそういう感じですね。感覚はめっちゃ大事なんですよね。人がこういう風に言ってましたとか、なんかあの、正しいやり方はこれみたいなやつ。何もあるかって感じなんですよね。うん。なんで自分の心地よさ、うん。それ正解かわからないんですよ。本当に。はい。っていう感じですね。はい。ということでですね。地声、地声がね、もう自分らしさっていうのが、こう出やすい、姿勢とは何かって言ったら、自分が心地よい、っていうことを、っていう感覚を優先できる。うん。自分がそれを選べるっていうことになります。はい。ということでですね。それをやっていけると、声、すごく出ます。すごく出ます。あと、めっちゃ生きやすくなるって感じですね。うん。自分はこれが好きです。あ、これ嫌いです。うん。で、あなたはそれ好きなんですね。はい、OK って。自分はこれ、でも、あなたは私の好きなもの嫌いかもしれないけど、別に私は好きです、ね。です。はい、OK みたいな感じですね。別にいいじゃんみたいな感じ。そういうのを優先できるようになってくるので、まあ自分らしさで生きられるようにもなってくるんですよね。繋がってるんですよ。で、そうしたら、声なんかめちゃ出しやすくなりますから、本当に。はい。ということで、今回は、そんな感じでやります。自分感覚優先で生きていくっていうね、このぜひ意識してみてください。というわけで今回は以上になります。ありがとうございました。